住民自治組織への支援に関して、特にお問い合わせをいただく事業内容をコミュニティ推進課よりご説明いたします。まずは活動推進奨励金についてご説明いたします。住民自治組織の自主的な活動を推奨し、その振興を図ることを目的に、当市は各住民自治組織に 住民自治組織活動推進奨励金を支給しております。支給対象は、市と市及び関係機関、観光物の配布事業に関する協定書を取り交わすなどの要件を満たす住民自治組織であり、同協定は現在すべての住民自治組織と取り交わし済みです。 また、支給額の基準額は、1個につき年額1000円とし、先ほどの協定に基づき、市や関係機関の観光物などを配布している家の数を対象としております。そして、支給手続き、 および支給時期ですが、毎年3月下旬に10日より送付する住民自治組織代表者届け兼個数報告書を市に提出していただき、内容に問題がなければ、9月末に住民自治組織が指定した金融機関の口座に振り込みます。また、 次にご説明いたしますのは、文書配布についてです。留保以外の観光物は、市・シルバー人材センターに業務を委託し、各住民自治組織の代表者、または広報配布担当者宛てに、毎月必要部数を送付し、そこから各住民自治組織において、各世帯に観光物を配布していただいているところです。 観光物はコミュニティ推進課で取りまとめ原則として毎月1回16日から18日頃に住民実組織の代表者または広報配布担当者のご自宅へお届けしております。そして届けられた市などからの観光物はそれぞれ指定されている方法、括弧配布、 繁欄などにより、地区内の居住者に伝達をお願いします。また、代表者または広報配布担当者が変更となった場合をはじめ、個数及び半数に変更があった場合や、観光物が届かない、もしくは必要部数が ない場合にはお手数をおかけしますが、それぞれご連絡ください。最後に回覧板の板の配布についてご案内いたします。回覧板の板はコミュニティ推進課で配布しておりますので、班の数が増えた場合や、 劣化により交換が必要な場合はお申し出ください。なお、交換の場合は、班の数の半数をおおよそのめどにさせていただいております。回覧板の受け取りは原則として代表者がコミュニティ推進課の窓口にて受領してください。その際、受領書へサインを お願いいたしますその他、ご不明なことは、コミュニティ推進課にお問い合わせください。どうぞ、よろしくお願いいたします。